ロナウド。ロナウド・ルイス・ナザーリオ・デ・リマン。1976年9月22日帯は、ブラジル連邦共和国リオデジャネイロ氏出身の元サッカー選手。ポジションはフォワード。90年代から2000年代を代表するサッカー選手の一人であり、歴史上最も優れたストライカーの一人とされている。ブラジル代表の一員として4度の FIFA ワールドカップ。 1994年、アメリカ大会、出場機会なし。1998年、フランス大会、2002年日韓大会、2006年、ドイツ大会に出場。MVP に選ばれたフランス大会では、準優勝、得点王になった日韓大会では、優勝に貢献した。元 W 杯通算歴代最多得点記録保持者、15得点。 ブラジル代表通算62得点は77得点のペレに次ぐ第2位。FIFA フフ最優秀選手賞を3度、バロンドールを2度受賞するなどの成功を収めた。貧しい暮らしの中で育ったロナウドは2000年から国連開発計画 UNDP の親善大使を務める。レアル・マドリード時代のチームメイトであり同じく UNDP 親善大使であるジネディ・ヌジダと共に、 貧困撲滅キャンペーンへの協力とチャリティマッチを開催している。この経緯から公共広告機構、現 AC ジャパンの CM に出演をした。1976年9月18日、出生登録が遅れ戸籍上は9月22日、リオデジャネーロ郊外の板具合の診療所に生まれた。貧困街で育ったロナウドは、路上で裸足でサッカーを始めた。 幼少の頃の憧れの選手はジーコだった。リオのクラブでプレーしていた少年時代、ロナウドの噂を聞いたジャイルジーニョが訪れ試合を観戦していたが、その試合で大活躍したロナウドの利き足が左右どちらなのか最後までわからなかったという。16歳でミナスジェライス州の強豪クルゼーロ EC に加入。ブラジル全国選手権で13試合出場12得点を記録した。 ミナスジェライス州選手権では、最大のライバルアトレチコミネイロとの一戦では、ドットトリックを決め、3から1の勝利と優勝に貢献した。また、チーム初のコッパドブラジル優勝にも貢献したのだった。1994年クルゼーロ EC の一員として、来日、ジュビロイワ田とのプレシーズンマッチに出場し、ハットトリックを達成。試合は3対1。なおこの試合が行われた会場は、 東京ドームである。1994年、わずか1年でブラジルを離れ、オランダの PSV、アイント方編に60万ドルで移籍。1年目から30得点を上げる活躍を見せ、在籍2シーズンで公式戦、通算57試合出場55得点、内ちリー戦、通算46試合出場42得点を記録した。1996年には、 KNVB カップ優勝に貢献した。オランダでの活躍が認められ、1996年にスペインの FC バルセロナへ移籍した。移籍金は1700万ドル。バルセロナには1シーズンしか在籍しなかったが、UEFA カップウィーナーズカップ、スペイン国王杯の優勝に貢献し、リーグ戦では37試合出場34得点を記録し、 リーが得点王に輝いた。コンポステーラ戦で、約60メートルをドリブルで、次々とディフェンダーをかわしながら決めたゴールは、ナイキ社の CM にも使用され、知名度が飛躍的に上がるきっかけとなった。FC バルセロナに所属していた当時、ボビー・ラブソン監督は、私の戦術は、ロナウドだと語っている。翌1997年夏、1900万ポンドという、 当時史上最高額となる遺跡金で、イタリアのインテルミラノへ遺跡。決勝戦でゴールを決め、UEFA カップのタイトルに獲得に貢献した。遺跡初年度に25ゴールを挙げ、同リーグにおいて1年目の外国人選手による、ものとしての最多ゴール記録を樹立した。この記録は未だに破られていない。2年連続で、FIFA 最優秀選手賞を受賞し、現地のマスコミによって、 イルフェノーメの頂上現象とあだ名されるなど、当時のロナウドは絶頂期にあった。しかし、1999年11月21日の US レッチェ戦で右膝人体部分断裂の大怪我を追い、手術とリハビリのため長期の欠場を余儀なくされる。翌2000年4月12日のコッパイタリア決勝の SS ラテオ戦で復帰するが、 再び同じ箇所を完全断裂し、わずか7分間でピッチを去った。その後、20ヶ月間に及ぶリハビリの末、2002フィ f ファ、ワールドカップを控えた2001から02、シーズン終盤のブレシア戦で復帰すると、チームを救う2ゴールを挙げる。その後も10試合の出場ながら7ゴールを挙げた。日韓ワールドカップの活躍で力を取り戻したことを、証明したロナウドは、2002から03、 シーズン開幕前に当時監督だったエクトル・クーペルとの確執もあり移籍を希望した長期にわたる離脱にもかかわらずサポートしてきたインテルサポーターはこの発言を裏切りと受け止め激怒しブラジルから到着するロナウドへの抗議のためマルペンサ空港に集結し混乱を避けため空港の裏口からロナウドが脱出するという騒動に発展したその後 3,900万ドルでスペインのレアル・マドリードに移籍した。怪我のためデビューは3ヶ月ほど遅れたが、デビュー戦のデポルティーヴォ・アラベス戦では途中出場して1分もしないうちにボレーシュートを決め、スティーブ・マクモナマンのパスを流し込みいなりにゴールを挙げている。優勝がかかった最終節のアスレティック・ビルバオ戦でも2得点の活躍をするなど、リーグ戦23得点の活躍で、 リーグ制覇に貢献した。UEFA チャンピオンズリーグにおいても、準々決勝のマンチェスターユナイテッド戦では、オールドトラフコードで、ハットトリックを記録し、相手サポーターから、スタンディングオベーションを受けた。ロナウドは後に、自身のベストシーズンとして2002から03シーズンを、挙げている。ブラジルの5度目のワールドカップ制覇に貢献したことも、 評価され、2002年ぐらいに3度目の FIFA 最優秀、選手賞を受賞している。一席初年度は、背番号11をつけていたが、2年目以降は、フェルナンド・モリエンテスが、AS、モナコへ、レンタル移籍したことによって、秋番となった9番を背負ってプレーした。2003から04シーズン以降、 クラブの守備的選手が次々と放出されるが、それでも得点を重ね自身の好成績は保った。しかし、それとは裏腹にクラブは無冠が続き、不安定なチームバランスの中で運動量豊富な選手を横目にほとんど運動量のナイロナウドは得点できない試合では批判が集中することも多くなり、たびたびメディアからワースト選手候補として取り上げられた。 レアルマドリードでの晩年は、チームメイトからも試合中に激怒されたり、試合後にやる気のない選手は出ていった方がいい。などとコメントされることもあり、ファンからはピッチの上でキノコ狩りでもしているんだろう。という強烈な皮肉を言われることもあった。2005年、クラブの外国人枠を開けるために、スペイン国籍を取得。2006年、ファビオ・カペットが、 レアルマドリードの監督に就任すると、年齢や太りすぎによる運動量の低下、ルートファン、ニステルロイの加入などから構想から外され、出場機会が激減。本人も移籍を希望するようになる。シーズン途中の2007年1月30日、アンドリーシェフチェンコの放出でストライカーを探していた AC ミランに移籍金750万ユーロ、1年半の契約で移籍した。 A.C. ミランとの契約に関し、ライバルクラブでありロナウドの古巣であるインテルのマッシュも、モラッキ会長が不快であるとコメントした。ロナウドの AC ミラン移籍時、チームの状態は悪かった。しかし彼の加入後から、状況は、好転に向かい順位上昇。一時は危ぶまれていた、チャンピオンズリーグ出場権獲得を果たしたが、すでにレアルマドリードでチャンピオンズリーグに出場していたためミランでの、 チャンピオンズリーグ出場はできなかった。ミランでの成績は数字上は目立ったものではなかったが、チームのエースであるカカの負担がロナウドの加入により軽減されたこと、ロナウドという存在が有料なく主力メンバーをチャンピオンズリーグに投入できるチーム状況を作ったことなどから間接的にチャンピオンズリーグでの戦いに貢献したと評する声もある。2008年のシーズンオフ。 契約満了に伴い AC ミランを退団。その後ブラジルのフラメン語でリハビリや練習を続けていたが、2008年12月、コリンチャンスに加入した。3月4日のコパドブラジルで約1年ぶりに実戦復帰し、3月8日のサンパウロ州選手権パルメーラス戦で約14ヶ月ぶりの得点を挙げた。復帰戦では、 試合後に報道マイクが右目に当たって腫れるハプニングがあった。2010年に2011年シーズンを最後に引退することを表明していたが、2011年2月14日、記者会見にて、工場戦に問題を抱えていたことを明らかにし、体力の限界を理由に現役から退くことを表明した。ブラジル代表としては1994年に、 レシフェで行われたアルゼンチンとの親善試合において17歳で代表デビューを飾った。同年6月の FIFA フフワールドカップアメリカ大会代表にもチーム最年少で選出れ、ブラジルは24年ぶりに W 杯で優勝したが出場機会はなかった。ブラジル五輪代表として1996年アトランタオリンピックに出場、登録名はロナウジーニョグループリーグでは ハンガリー戦でチーム初得点を挙げたのを皮切りに、ナイジェリア戦では、決勝トーナメント進出を決めた得点など、5得点を挙げる。ロナウドをはじめ、ジーダ、ロベルト・カルロス、ベベット、リバウドラを要し、優勝候補の筆頭ともくされたが、準決勝で大会を制したナイジェリアに敗れ敗退。当時のロナウドは、試合後半に投入される、スーパーサブであり、日本では、 マイアミの奇跡として知られる日本戦でサビオと交代で途中出場している。1998年のフィーファワールドカップフランス大会にはロマーリオとの新旧にトップロロコンビで出場する予定だったがロマーリオの直前リタイアによりエースの責任を背負うことになった。4得点を挙げ決勝進出に導いたが決勝戦前日に イケーレンに襲われて病院に担ぎ込まれ、一時は出場が危ぶまれた。試合に出場することはできたが満足なプレーができず、開催国のフランスに0の3で敗れ、優勝を逃す。しかし、同大会を通じての活躍により、MVP に選ばれた。2002年の FIFA ワールドカップ日韓大会は、膝の怪我から復帰直後のためコンディションが不安視された。しかし、 大会が開幕するとリバウド、ロナウジーニョと 3R と呼ばれる攻撃トリオを組み、グループリーグから得点を量産。準々決勝のイングランド戦以外の全試合で得点を上げ、8得点を上げ得点王に輝くと、共にブラジルの5度目のワールドカップ制覇に貢献した。準決勝トルコ戦ではフットサルバリのトーキックで決勝点を決め、決勝のドイツ戦では2得点を決める活躍であった。 このゴールによって、ワールドカップ通算得点をペレと並んで12点とし、大会の表彰式では、ペレと抱擁を交わした。2006年の FIFA ワールドカップ、ドイツ大会では、ロナウジーニョ、カカ、アドリアーノと共に、カルテットマジコ、魔法のカルテットと呼ばれる。体重の増加や、グループリーグ第一戦、第二戦における、低調なパフォーマンスもあって批判されたが、 監督のカルラス・アルベルト・パレーラは一貫して、ロナウドを起用し続けた。グループリーグ第三戦の日本戦で2得点を挙げて、批判を鎮静化させると、決勝トーナメント1回戦ガーナ戦で、W ハイ通算15得点目となるゴールを挙げ、ゲルト・ミュラー、西ドイツが残した14得点大会得点記録を、更新した。しかし、準々決勝のフランス戦では0の1で敗れた。 ドイツ W 杯後は、ブラジル代表の元首相のドゥンガが、代表監督に就任したが、同監督の構想から外れ、以後は代表に招集されなかった。一時は2010フィーファワールドカップでの現役引退を、希望していたが叶わなかった。引退後は代理人業務についており、同時に TV 解説者や映画出演の仕事も受けている。2011年6月7日、 国際親善試合のブラジル対ルーマニア戦がロナウドの引退試合として行われ、ロナウドは前半30分から15分間ピッチに立った。2011年、2014年、ブラジル W 杯組織委員会理事に就任。2014年12月、北米サッカーリーグのフォートローダーデールストライカーズの共同オーナーに就任した。2016年、レアルマドリードにて、 アドバイザー兼グローバル大使、南米地区に就任した。2018年8月、3000万ユーロ、約40億円を費やして、レアルバラドリードの株式51%を取得し、クラブを買収したことが発表された。出産に立ち会った医師、及び大父に決まっていた友人の名を取って、ロナウドと名付けられた。また、リオデジャネイロの戸籍では7730人目の、 ロナウド・ルイス・ナザリオ・デ・リマであ。ロナウドは、日本では、ロナウドと表記、呼称されることが多いが、これは、イベリア・ポルトガル語、ポルトガル本国で話される、ポルトガル語読みと、ブラジル・ポルトガル語、ポルトガル語のラジル方言読みが混同されたものである。ブラジルは、国土が広いため地域によって差異があるが、一般的なブラジル・ポルトガル語では、 R の発音はラ行ではなく無声難航外摩擦音、音声上は、日語の波行に、近いで発音される地域が多い。したがって、彼の出身である、リオデジャネイロ州における発音に準ずれば、ホナウド、イベリアポルトガル語読みに準ずれば、ロナルドとなる。なお、デビューして、しばらくの間は、小さなロナウドという意味の愛称、アペリードで、ロナウジーニョと呼ばれていた。 1996年アトランタオリンピックにブラジル代表として出場した時も登録名称はロナウジーニョだった。なお、俗にマイアミの奇跡と呼ばれる同大会の日本戦にも途中出場している。1999年4月にサッカー選手でモデルのミレーネ・ドミングスと結婚。翌年4月には長男ロナウド・ナザリオデ・リマが生まれるが、 2003年9月に離婚した。その後、2005年にモデルのダニエラ・シカレリと再婚するも、わずか3ヶ月で離婚。その後、2008年にマリアベ・アトリス・アントニーと3度目となる、再婚、次女、ソフィア、アリスを儲けるも2012年12月に4年間の結婚生活に終止符を打った。翌2013年12月には、 DJ のパウラ・モライスとの婚約を公表するも、結婚する前の2014年中には、破局したと報じられている。また、レアル・マドリード在籍時代の2004年の日本、遠征中に、日系ブラジル人のミケーレ・ウメズという女性との間に、アレックス・ウメズが誕生しており、2010年に認知している。長男のロナウド・デリマもサッカー選手となり、2017年には、 ブラジル U-18 代表に選出されている。インテル時代の1999年、レッチェ戦で右膝十字靱帯を部分断裂。2000年、リハビリの後復帰した直後の SS ラツヨ戦でドリブル中に再び同じ箇所を完全に断裂するという悪夢のような出来に見舞われた。ロナウドと対峙していた元ポルトガル代表 DF、フェルナンドコートは、 ロナウドが転倒した直後に深刻さを悟り、すぐにピッチ外にいる救急スタッフを要請する仕草をした。このような怪我は膝を特に駆使するスキーやバレーボールの選手に多く、外部から局所的に強い衝撃が加わらない限り、サッカー選手に起こるのは稀とされており、一説にはロナウドの血を蹴るパワーが強すぎて起こってしまったのではないかと言われている。一時は、 現役引退も囁かれたが、1年半以上に及ぶ長いリハビリの末に2002年に復帰し、2002年ワールドカップにおいて8得点で得点王になり、ブラジルの優勝に貢献し、復活を果たした。復帰後はリハビリで膝の筋肉を鍛えたため体重が増加した。一時は 100kg を超える体重を記録したこともあった。しかし、 足元のテクニックは相変わらず世界でもトップクラスを誇り、シュートの決定力やゴール前での狡猾さ、冷静さが若い頃よりも増した。ロナウド自身も、走力は落ちたが、ゴール前での冷静さや、状況判断は良くなっていると述べており、その後も高いゴールへの嗅覚を発揮し多くの得点を挙げた。2007から08シーズンは AC ミランでまた怪我に泣かされる。 そして最悪の事態が再び訪れることになった。2008年2月13日、セリエ A 第16節演気分のリボルの線で右膝に続き、左膝の剣を断裂と1999年、2000年と同じような症状の大怪我を負ってしまった。その後、ロナウドはミランを退団し、ブラジルに帰国、母国コリンチャンスでプレーした。坊主頭が、 印象的だが、18歳の時に、当時の代理人から見栄えを良くするために、スキンヘッドになることを勧められた。その後の活躍で、ブラジル国内でも、ロナウドを真似て、坊主頭にするサポーターが増えた。ミラン加入後、ガリアーニ副会長から、髪を伸ばしてみたらどうかと勧められ、少しずつ髪を伸ばしている。2002年の日韓ワールドカップの途中に、 前髪の実を三角形に残して、残りの髪を全部剃るという奇抜な髪型にしたことがある。日本では三角の前髪を糊に見立てて、おにぎりカット、またはドラマ、小連れ狼の登場人物から、大五郎カットと呼ばれた。本人は非常に気に入っていたようだが、世界中のファン、果ては自分の息子からも変だと相場シングを受けた。が、それは、 自身が緊張するあまり、フランス大会で活躍できなかったわ立ちを踏むまい、そして、仲間たちに踏ませまい、との心遣いだった。事実、当時のキャプテンのカフーから、史上最悪の髪型だなと、揶揄されるほどだったが、セレソンすべてが和むことができ、決勝戦での勝利という最高の形につなげることが、できた。また、2002から2003シーズンの終盤にも再び、同じ髪型にして、 試合に臨んだ。ちなみにこの髪型は、ブラジルの漫画のキャラクターがモデルである。ロナウドのファッションについてある雑誌では、ベッカムの真似をしているだけという評価をされた。1999年には、当時23歳ながら、ワールドサッカー選出の20世紀の偉大な、サッカー選手に、現役最高位となる13位に選ばれた。多くのクラブやブラジル代表などでも背番号九を、 着用しており、代表引退後はブラジルにおける吸盤不足、テントリアの不在が叫ばれ続けた。現役時代に対戦したジャンルイジ・ブッフォンは、最も恐ろしかった選手に、クリスティアン・ビエリとロナウドを挙げており、同じく、パオロ・マルディーニは、マラドーナほど偉大な対戦相手にあったことはないが、それに大きく近づいた破壊的な選手と評している。コンサロ・イグアインは、 僕にとって史上最高の FW はロナウドだと述べ、ズラカン・イブラヒモビッチやカリム・ベインゼマは憧れの選手としてロナウドの名前を挙げている。ジョゼモ・ウリーニョはここ数十年ではロナウドが世界最高だと語っている。44 44 4 5 3 0 1 2 4 5 7 3 4 4 5 4 2 4 4 4万9 4 6 1 6 4 117,18,13,182,13,082,56,13,92,59,336,245,44,24,380,269. 通算。コールスパンイコールにコンメボル。通算。コールスパンイコールに UEFA。UEFA の通算成績には、UEFA カップヴィーナーズカップの成績も含まれる。 通十9862リーグ代表を楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。